ブルデームマリオッエドム・マリオットは、フランスの物理学者、被災である。機体の体積と圧力が反比例するという法則をボイルとは別に発見し、フランスでは、マリオットの法則と呼ばれる。視覚の盲点の発見者でもある。盲点の発見方法を、マリオット模範検出法という。マリオットは、生涯の大半を、リジョン近郊のサンマルタンス・ウボーヌの、 修道院長として過ごした。1666年に設立されたフランスの科学アカデミーの設立メンバーの一人である。1733年に出版されたイストワール・イメモワールで得るアカデミーには多くの科学分野のマリオットの論文が収録されており、その分野は流体の運動、色に関する考察、気圧計、物体の落下、銃の反動。 氷結などに及んでいる。1676年から1679年にかけてパリで出版された4巻の著書エッセイでフィジックの第2巻に機体の体積と圧力が反比例するという法則について述べられている。第4巻は色の性質についての考察がされている。ありがとうございます。